痛み箇所が減った感がありますね。だから限りなくゼロに近い。足首を、はい、いつ怪我しました？1月の8日とか行きまして、うん、で13とかに確かここに来て、そうですね、その時多分くるぶしの下の前鋸肘靭帯の部分が多分最初痛かったんですよ、うんうん、で、まあ、ここでも治療してもらい、治療とか良くしてもらいつつ3週間ぐらいで痛みはなくなったんですけど、うん、こっちにも痛みが途中から出始めてきて、うん、なんか多分第三腓骨筋腱になんかこうつながるやつもずっと治ってなくて、うんうんうん、結構安静にしたんですけど、はい、治んなくて練習も頻度落としてやってたんですけど、うん、全然治んなくて、うん、今も痛い。日常生活する分には全然大丈夫なんですけど、うん、例えば伸ばした状態で荷重がかかったり、セパタクロの動きでバーンって着地するときとかにこう踏ん張ったときに痛くなったりするっていうのが残ってます。他は結構寒暖差なのか体の重い感じがずっと続いてて、ここ2、3日は特になんか眠気というか頭が結構重い感じがあるのと、1週間前は腰とかに結構来てる時がありました。今は腰がって感じで、ずっと全身が重い感じがあります。今どうすると違和感があります？この動きをギュッてすると、うん、ここに痛みが出ます。痛みの箇所が減った感がありますね。だからさっきこの辺にこうピキっていうのがあったんですけど、はい、なんか今若干この前鋸肘靭帯側に痛みがちょっと出た感じです、はい、さっき痛みあったんですけど、ゼロではないですけど、はい、さらに減りました。はい、はい、ここは、表面的な痛みはなくなったみたいな感じですね、うん、なるほど。痛めてるところが治る環境になるので、おお、すげえ。めっちゃピンポイントありました。お、最初こういう感じなんですよ、はいはい、が1本目でここだってなって、はい、2本目で痛みが減って、うん、3がこれか、3でさらに減って、4で今なんか1点こんな感じ。あ、OK です。点だけなんかなってくる、そこだけ直す。そこが本当に壊れてるところです。
おー、すげえ。最初10だったとしたら今どのくらいだったんですか？ 0.5 くらいですね。おお、すげえ。で、多分足の動き自体もだいぶ変わるんで、バスに来て、体重乗せた時とか。おお、確かに確かに。おお、どう変わりました？内側にこうグッてずれた状態とかで、さらにそれです、こう前なの前効果、ここに荷重かかった時とか痛かったんですよ、めっちゃ微妙な感覚なんですけど、それが今ない、というかまあゼロに近い、ちょっとある。でこれ実はあの上半身も結構影響するんですね。座ってもらってあの手を前から右と左上げてもらうと多分右の方が上がるんです。おお、これ行きますね。怖っ。ハンドルビー。ハンドルビー。こっちが硬い。ね、右手で。左の硬い。左の硬い。で、この一つのエクっていう一つ組織の組織のエクで。筋肉痛あったんですよ、はい、背中とかやったんで、はい、で筋肉痛で伸びないなそのやろうそれかなと思ったんですけど効きますね。首とかもそうなるし腰も動き楽になる。確かに。腰にからぐるっと回って、足の詰まり系もしくは、これちょっと覚えてます。はい。で、首も上向いたり、下向いたりとか、右左向いたりとか、それで詰まり。大丈夫です。この動きが詰まります。上がちょっと詰まります。この首の付け根にありますね。はい、また上向いてみます。おお、すげえ。で、腰の詰まりから。もう行きますね。行きますね。で、さらに腰を回って。腰、でも少し張りますね。腰に張ってもらうと、なんと、また上向いてみてください。で、腰からまた、うん、わーすごい、わーすごいすごいすごい、どうなりました？さっき、しっかりとそこで動かせていなかったんですけど、それが引っかかんなかった、いや、すごいな。で、進行どうなりました？深いっすね。深いやつの吐くのもだいぶ深い。で、ここがすごい。で、上向いた時とかもさらに詰まり。そうですね、かなり。まあ、その一番大きかったのは怪我しているところの足首の、一定の動きに対して痛かったのが、枚数いろんな場所にこう
張ってくるにつれて痛みを軽減していったっていうのがありました。そうですね、腰に張ってもらった時のこの屈曲が結構びっくりして、背中に張って結構もう限界まで曲がってるなと思ったところから腰に張ってもらってさらにいけたんで、はい、びっくりしました。回線の動きも、かなり伸びるようになったのがすごかったですね。そうですね、多分上がると思うんで、まあ、可動域が広くなった分、発揮できる力も大きくなるはずなんで、ちょっとまた次の練習で試してみたいな。